皆さんこんにちは、カホナンです。今日は究極のバンブーロットを作っていきます。2年前にバンブーロットを作ったんですよ。切ってきた竹に100円ショップで集めたコロコロローラーとか絶縁テープとか安全ピンで作ったりとかして、まあ、結構100円ショップのグッズに頼った感じの竹竿を作ったんですけど、今日はその先を行くより手作り味のあるバンブーロットを作っていきます。これが竿になるイメージではいる。目標はワカサギを釣りたいんですよ。ワカサギ釣りに使いたいのと、あとまあ海でも使えたらいいなと思っているので、じゃあとりあえずお外で作業系を持ってきますか。いやでも強度が心配だからここで切っとこう。ワカサギのこの繊細な当たりを取るか強度を取るかで悩んだんですけど、強度重視にします。ここは手作りなので。よし、次リールも作るので、リールの この部分をこれで作ります。これとあと道と入れるあのリングみたいなやつも竹で今回作ってみようと思うので、割るだけ割っとこうかな。で、これがリールの軸になります。こうしてこうやって回していくんだけど、こっちをカットしてしまうと多分重さが気持ち悪いことになるんですよね。だからこっちはこっちで残しといた方がいい気がする。次、油抜きをしていきます。油抜きも無人島以来ですね。ああ、いい匂いする。なんかお茶みたいな匂いします。お茶っ葉みたいな匂い。出てくるんですよ。この時の熱を利用して気持ちまっすぐに仕上げていきます。冷ましながらやっていきます。そんなに変わんないな。こんなもんで、次はこれね。入ったが、もうちょっと奥まで行くといいな。お、いい感じ。これが出てこないようにするためにストッパーをつけます。これで。
ちゃおう。固定はこのダイソーの針金でやってきます。これか、針金取るのに5分かかるやつ。こんな感じになりました。で次、この穴開けた竹をここにつけたいので、これをまず曲げます。どうしたらいいかな。あぶってこの辺に意外と曲がらんぞ。これアルミホイルかぶした方がいいね。ストップ、これ固める。これ以上いったらまずい。今竹の声が聞こえた。もうこれ以上はダメってところが聞こえました。今声っていうか、あのちょっとだけピチッって言ったんですけど止めました。ほら、きれい、曲がった。これを5個6個作っていきます。こんな感じ。うん、動かんね、ずれんね。これをつけていく。じゃ、ここまでできました。 1,2,3,4 と、ここちょっと変化球でグッと長いの5本目ついて、糸がこう通ってくれるはずで、ここにもう閉まったと思ったんですよ。これちょっと長くここ出っ張っとけばぐるぐるできたのに、それをやり忘れてるので、これをこんな感じでこんぐらいつけて、で糸通して完成。本当、まあ、何してもちょっと時間がなくなってきたので、別のお仕事が今からあるので、向こうの現地でもまだできると思うから、ちょっと片付けしつつ次の準備をしていきます。じゃん、これつけました。インパクトで穴開けて 1,2,3,4 とで、針金を通してこの取っ手の部分つけました。さっきよし。で、ここにこのピンを、きたきたきた、入った。で、ある、はいはいはい、ええー、やんええー、やん嬉しい当たり前だけど嬉しい。そんで、最後にこうやって巻きたいから、一巻き15センチだから何メーターつけよう。7巻きで約1メーターって覚えとこう。巻くべ、巻きたいが、なんか、これ真ん中開いたりしん、あ、いけるいける、よいしょ。あ、天才現る。あ、ちょっと引っかかるね。待って、引っかかるのが気になる。
天才かもしれん。あー全然巻き数えてない。今何メーターだ。今で3メーター。1、2、3、4、5、6、4メーター。1、2、3、4、25。あー25メーター巻いときゃいいやろ。ここね、ここにコイレラーがうまくいけば無事完成なんだが、どこ？これか。来た。来た。ということで、できました。バンブーロット。超手作り。ちゃんとできたよ。糸つけるのに器具は使ってるんですけど、このロットとリール自体に人工物はこの針金しか使ってません。すごない？ちゃんとできたよ。ちゃんと機能するんですよ。しかもこれ今ストッパーで止まってるから、これ以上動かなくて、で使うときはストッパー外して重りの重さでスル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 は無理かな、ちょっと助けてあげなきゃかもだけど、湖に糸をね垂らしていって、こうビビビッときたらクッてやって巻き巻きする。こんな感じで回収できるというわけですよ。じゃあ今度これ持って釣りに行ってきます。ということで今回の動画以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら X インスタグラムチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上かほなんでした。バイバイ。